ワールドブリーダーズカップロング14頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。花を切ったのはストラテジックチョイスイブンベイガ、かわしていきました。それから12番アウガール、内を通って6番イエーツ、11番コリアーヒル、7番ロイヤルダイヤモンド、オスカーシンドラーがその後ろ内を通りまして、4番カイフタラグレイスカラー、外を通ってブラウンパンサー、そしてそのうちにカストリア。さあ今日はどのようなレースをするのか。3番エアロガ、鞍上はヤバミ、そしてその後ろから5番ビニーロー、そのうちからは1番セプティマス。もう一度前の方でありますが、さあ前の方はどうなっているのか。イエーツがレースを引っ張るようになりました。4番カイフタライブンベイ、下がって3番手オスカーシンドラー、外から1頭アウガール、9番ストラテジックチョイス、ほとんど馬体が合っています。1番人気のエアロガヤバミ騎手、どのあたりで動くんでしょうか。2番グレイスカラー、そしてその後ろから13番ブラウンパンサーカスタリアイブンベイ、それから足毛の馬体グレイスカラーであります。その後ろでやりましょうか。ブラウンパンサーカスタリア、その外に5番ビニーロー、内を通ってスルスルとセプティマスが上がっていきました。11番コリアーヒル、そしてしんがりから7番ロイヤルダイヤモンドという展開です。6番イエーツが先頭です。それからカイフタラ、その外からはアウガール、ストラテジックチョイスがその後ろ、これが1番人気のエアロが目下連勝中。さあ最後の力を振り絞って、あとは直線スタミナ勝負。エアロガは3番手といったあたり、赤い帽子カイフタラ先頭、イエーツが一馬身リード、ピンクの帽子オスカーシンドラー、このあたりで先頭はカイフタラ、内から懸命にイエーツ、先頭ロードとカイフタラかわした。エアロガ先頭カイフタラ捉えるか、先頭ヤバミとエアロガ、ピンクの帽子オスカーシンドラー、エアロガだ。執念が通じた、執念が通じました。ワールドブリーダーズカップ4冠達成、獲得賞金は4万枚突破。